浮谷の戦いは、戦国時代、尾張国浮谷で起きた合戦、浮谷合戦とも言う。織田壇上中華の織田信長は、尾張の支配を固めつつあった。尾張した四軍を支配する、清須織田氏の守護代、織田信友を火津の戦いで破り自陣させ、さらに弟信勝との内向に勝利し、尾張国守護の柴義銀をも追放した。しかし、 大和竜へ四軍を支配していた着流岩倉織田氏の守護代織田信康は未だ健在であった。信康は信長の父、信秀の妹を妻とし、若年の頃の信長とも私的に交流があった人物であるが、長良川の戦いの際には隣国美の斎藤義達と手を組み、信長を攻撃するなど、この当時は敵対関係にあった。ところが、信康は、 長子の信方を遠ざけ、自死の進化を後継ぎとしようと格索したことにより、信方と対立し、信方により追放されていた。岩倉織田氏の内紛を見た信長は、信方との戦いに備え、父の信秀氏子は、独立勢力化していた犬山城主、織田信清に、自身の姉の犬山殿を嫁がせ、信清を味方に組み入れた。1558年、 信長は2000の軍勢を引き、浮屋の地において、信方軍3000と交戦した。激戦が続いたが、信長のもとへ信清の援軍船が到着すると、形勢は一気に傾き、信方軍は壊滅した。1200を超える死者を出した、信方軍は、本拠の岩倉城へ敗走した。翌年の1559年、信長は軍勢を率いて、 信方の本拠岩倉城を包囲した。数ヶ月の牢城戦の後、信方は降伏した。後に、信長は信清も追放し、終わり統一を完成させた。信方のその後は不明であるが、先に追放されていた信康は後に赦免され、総賢治の住職になっている。この浮屋の戦いにおいて、岩倉勢として活躍した林屋七郎は、 千年の稲尾の戦いで戦死した、林美まさか守るの演者と言われる。八七郎は、弓の名手であり、信長方の鉄砲の名手、橋本一派と一気打ちを演じたとされる。勝敗や生死には、諸説あるが、両者痛み分けとなり林は負傷した。撤退の際に追い打ちをかけてきた、沢木義行の右肘を林が切って負傷させたものの、最後は沢木に打ち取られた、と伝わる。 その他、岩倉勢には後に、織田、豊臣政権下で活躍する、山内和豊の父の山内森豊や、同じく、堀尾義春の父の堀尾康春も参戦している。また、歳信の,の代まで、織田伊勢守家に仕えていた、前の宗康と、後の関白、豊臣秀次家の筆頭画廊である、前の長安府氏は、この戦いで、信長に味方し所領を与えられている。 浮世の戦いは、工事3年、岩倉落城は、永禄元年とする説がある。ありがとうございます。